新幹線の改札口で撮った写真。人目もはばからず別れを惜しみキスをするカップルに思わず携帯を向けたという。だがそこに人間ではない乗客の姿も捉えてしまった。この写真を撮ってからというもの、よくカメラにこの霊が映り込むようになったという。おそらくは気に入られて取り憑かれてしまったのだろう。お祓いをして携帯を機種変することをお勧めする。僕の通う大学の近くにこじゃれた喫茶店があって、これはそこで撮った写真です。左が僕で右が高校の友達です。2年ぶりぐらいに突然この店で再会して、まあ記念だってことで写真を撮ったんです。その数日後でした。彼がバイクの事故で肩を怪我したと聞いたのは、多分この例のせいだと思います。肩の間からこちらを睨んでいる、こいつの